はいえー、アリス役を演じました山崎健人です、えー、アリスはですねそのシーズン1でこう突如今の国という、まあ、その今の国という名前すらもよくわからない世界に急にこう来てしまって得体の知れないゲームをやらされて大切な仲間を失って。 んですけどそこから、まあ、また新たな仲間と出会ってその生きる意味だったりこの世界が何なのかっていうのをずっと答えを求めて今回もシーズン2ではこ,うこの世界の謎と大切な仲間を失ってるからこそこれ以上は犠牲を出したくないなと。 成長した優しい心も持った男になったアリスでございますいや本当にやっと配信になったんだなとすごく嬉しく思ってますあの撮影はもう1年前なのでやっぱこうやっぱそれだけこう時間をかけてこ作り上げたシーズン2が ね、あのシーズン1もすごい反響いただいて今回、どのように広がっていくのかっていうのがすすすごくワクワクします、はい、そうですねあの、まあ、考えている時の、まあ、目だったりそのパッとこう自分の中でこれだっていう道が見えた時のこうエネルギーみたいなものは大切にやりましたね。そのアリスがこう ばそのゲームが得意なゲームが元々好きでこの実際の命をかけたゲームにすげえ長くなりそうどうしようあの <laughs> ゲームそう,そうそうそう三十秒だから今回でそのゲームゲームをやってたとするじゃないですかテレビのゲームその時にもあこれでクリアできるってなった時のその爆発力みたいなのをまあ結構その一人で出さないといけない瞬間とかが多くて。 それはなんか結構ちゃんとエネルギーを持ってバって出そうと思ってやったりしてましたねはい、はいえー、そうですねアリスはやっぱ元々ゲーマーというかゲーム好きなんでその実際のその精神をかけた今の国でのゲームもそのゲームとして置き換えて自分の中で考えるっていうのが根本にあると思うのでまあなんかそういうもし そのゲームを作った人の視点になったらとかその敵の視点になったらとかそういうのを考えるのは、まあ、アリスならではなのかなと思ったりしますし、まあ、その大切な仲間を失ってしまったりまた新たな大切な存在が近くにいるっていうそれを守りたいっていう部分も強みななのかなと思いますご自分と似ている部分はあの、はい、似てます。<laughs> どの辺りか <laughs> あの大切な人を守りたいなとは思いますねはい <laughs>、はい、素晴らしい答えでございます、はい、得意ですよねシーズン1はまあでもちょっと頭脳戦怖いんでちょっと体力戦のゲームで。はい 何とか頑張りたいなと体を動かすの好きなので頑張りたいなと思いますねこあんまり言えないですもんねどのゲームとかってシーズン2に関しては言ってもいいのか <laughs> いいんですね監督がよければまあなんか、はい、あの最後のクロッケーとかは もうクリアできそうですね。そうですね。ご,ご覧いたけまクロッケは本当俺クリアできそう。お上手でした。そうなんですよ。あの、うん、ね、実際撮影現場でやらせてもらってクロッケの先生にあのセンスあるよって言われたんで。おお。クロッケだったらクリアできそうです。どういったゲームなのかぜひ楽しみに見ていただければと思いますね。はい、はいはいえー。もう本当にとにかくシーズンワン。 よりもかなりすべてがスケールアップしてまして本当に見たことない映像のオンパレードだと,オンパレードだと思います、えー、もう自分自身本当にこのシーズン2が配信になることをすごく楽しみにしてたのでこれからどんなふうに広がっていくのか本当に楽しみです。 え本当にその映像だったりゲームの楽しさだけじゃなくて「この今の国なりす」はその生きるってことだったり人生というものをすごく考えさせられる作品でもあると思うのでなんかあの見,て見た人が生きていく上でなんかこう少しでもこう何か受け取ってもらって力強く生きていくものもなんか受け取ってもらえたらいいなと思ってます楽しんで見ていただきたいなと思います。はい よろしくお願いしますありがとうございましたはいどうもありがとうございました